縄のやつです。雨です。雨が降ってますね。雨降ってきたな。待機します、いやもう撮ろう。沖縄は、違う動画でも話したように雨が多いです。で雨が降ってすっげえ降ってたら、あ、屋根行こう。まあなんで外にいるのかというと、せっかく沖縄旅行に来たら雨が降ってても海行っちゃおうみたいな人多いと思うんですよ。飛行機の音よ。今雨降ってはいるんですけど、もう小雨で上がりかけっていう感じです。でこのぐらいの雨の時で、雨が上がった時っていうのは海ってどんな色してるのか、入りたいと思うぐらい綺麗なのかとか、そういうこと多分わからないし知っておきたいと思うので、映像を踏まえて本当にまあ綺麗かどうかちょっと今日は撮ってお届けしたいと思います。行ってきます。風も強いな。そうっすか。そうっすか。風で、ここは、糸満市にあるビビビーチっていうビーチです。で結構人工のビーチなんですけど、人が少なくて、で、ホテルに隣接されてるビーチになります。これですね。あちらですね。ホテルの名前は、分かりません。雨止みました。ちょうどいい雨止んだんで、沖縄雨止んだ時の海がどんなもんなのかちょっと見ていきましょう。雷注意報入ってると多分海入れないですよ。あ、そうなん。多分なんかそのビーチボーイみたいなのがいるじゃないですか。あの人たちが、ちょっと上がってください。ライフセーバーみたいな。そうですね。が、上がってくださいみたいなことを、多分呼びかけ始めるんですよ。マジで？はい。気をつけんとな。全然コメント弱。気をつけんとな。気をつけんとな。コメント弱。じゃあここで、あっちビーチになります。どうでしょう？これはどうなんでしょう？どうなんでしょう？綺麗ですか？これは。飛行機はもう音よ。住んでるとその晴れの日にビーチに来ることがやっぱ多いんですよ。なんでこれは晴れの日に比べるとやっぱり濁ってはいます。泳げないこともないというか。でビビビーチにはこういう桟橋があって、結構綺麗なんですよ僕から見ると。ただこの桟橋は飛び込みが禁止なので、観光客の方かなり飛び込めそうな感じはあるんですけど、飛び込みは絶対やめてください。結構ちゃんと怒られるんで。濁ってますね。入れないことはないですか、ね、入れないこともないな。ただ入りたいと思うかどうかは別やな。喋ることね。もうこれが全てやもん。そうですね。でまあちょっとこう雨の時はやっぱり入ってないですよね、そもそも人が。なんであんまなんか海イエーイっていう気持ちにあんまならないかもしれないです。以上です。はい、雨がめちゃくちゃ降ってきたのでもう切り上げてきました。見ての通り、雨の日やっぱり濁ってます。で あんまり海入ろうっていう感じにはならないかもしれないです。入りたいっていう方多いと思うんですけど、雨の時って基本結構危ないんで、入ることあんまおすすめはできないです。まあ、雨が止んで
まあ、ちょっと風も穏やかになったらぜひ海行ってみてください。あの場所、まあ、最初に出たビビビーチとか場所によっては結構綺麗やったりするんで、光すごっ。はい、では、今回は以上になります。チャンネル登録グッドボタンお願いします。